パトリックやん。そうなの、わかんないけど。あ、でもなんか執事のことでなんか気にかけてたね。もしかしてこれ隠しクエスト？あ、やっぱりそうだ。お前の口からそんな言葉が出るの？それじゃあちょっとほっとけないかな。そこまで言うんだったら。オッケー、行ってきてやるか。主従関係を超えた兄のような存在。お前の口からそんな言葉出るか。どうせメイド同士一体何を。お、サラ寝てるんかい。はい。あ、なるほどね。キルシュか。だいた。迷惑はかけられたけど。え？ちょっと待って、もう探しに来た意味ないじゃんそれ。どうした？どういうこと？はい。え？そんなんでいいのかい？まあいいや、決めてあげようか。
こっちか。オッケー。てか簡単すぎだろう。え？いやーな予感しかしないなこれ。嫌な予感しかしないっすねこれ。マジか。マジか。あのパトリックが。わかった。じゃあ戻ろっか。ギムナジウム。嘘つけ。サイレン、ご、ごいに、サイレンスブルー。なんでしょう、サイレンスブルーって。強いな。そっか、エバーグリーンとかああいうところか。はい、ありがとうって言ってるんだね。はい、どういたしまして。アリサと話していこう。これでどうやってキャッチボールするんやろ。懐かしいね。も、お？お？お？
覚えてるよ。このこんな風にみんなとが面白かった。すげえ。今自覚したの。うわー、憂鬱だね。しかし年末なんてあるのかな。千の奇跡に。はい、オッケーマックス。ラブの予感？しかも今これ食ってんのって、俺がサブクエで手伝ったあれじゃね？いやいやいや、また首の動き。今首の動きおかしかった。ほい。いいバグだ。よーし、一通りマラソン終わったんで。タワー会長に呼び出された。端末室。ノックして、もしもーし。あ、まだ来てない。寝てるんかい。もう言わんこっちゃない。働きすぎだよ君。なんやねこれ。なんだその起こし方。ほう、いや、つつかない。そのまま寝かしてあげましょう。働きすぎなんだよ、トア会長。お給料出るわけじゃないのによくそこまで働けるよね。あれ？ここって浮気？昨日の件もそうだったのかな。これありがとう。ううん、ポカポカして気持ちよかったけど。じゃなくてリーン君、そこに直りなさい。はい、ピシャリ。
ぎをかけてくれたのは紳士的だし嬉しいけど、女の子の寝顔をずっと見てるのはどうかと思うな。見てないと思うけど。そやね、勘違いはされるかもしれんね。てかまた可愛いシーンを見ちゃったね。ビデオ知らないのか。クロスベルは普通にリアルタイムの映像流せてたけど。帝国はまだ発展してないんだ、そこまで。おお、様になってんな、クロート・アンジェリカ。ジョルジュも板についてるよ、ドラマーとして。で、会長はすごい格好だね。あ、やっぱりロック。オーバルギ、エレキギターですか、ってことは。アンジェリカがギターだね。クロはベースか？後ろ向きだからちょっとわかんないけど。はい、ピシャリ。サードのオープニングでした。これサントラある？聞いてみて。そっか、リーロックもいけるんだ。バイクに続き今度はロック。かっこいいね、リンくん。さあな、いるね。え、あ、ありがとう。サードのオープニングでした。あれ、ロック系なの？でも選曲のセンスすげえあったと思うけど。うん、ああ、もうぽいね、貴族っぽい。すごいね。ほう。クローが広めたんだよね、このゲーム。流行ってんな。東方喫茶は、これは興味ある。この世界の東宝って、
中国とか韓国とかと日本だろう。北朝鮮？何それ知らん。本当ね。今いざこざでひどいのに。え？お前な！お前な！まあいいけど。マジか。マジか。余計、張り合うことになるじゃん、一組と。それも面白そうだけど、いやー却下です。あ、黒は察しがついたか。これさ、マラソンしてる間にさ、教頭からも話聞いたんだけどさ、教頭もね、まんざらじゃなかったらしいよね、ロック。あの教頭がね、まんざらでもないんだよ。相当すごいもんだったんだろうな。そっか、この場ではまだ見せなかったんだ。そりゃそうだよね。みんな持ってないもん。これはね、秋といえばね、干し柿とシイの実。わかるかな？シイの実。食べられるどんぐりなんだよね。俺これ大好きなんですよ。私は、そうですね。やっぱり食欲の秋でしょうか。やっぱ食べたいよね、食い物は。先月のお返しかな。そういえば
化もありますよね。帝国における芸術といえば、まあデート歌劇場のオペラなんかが定番なのかもしれませんが、うん、一昔前に流行った星のありかみたいな定番ソングもいいですよね。いいね、俺大好きこれ。君の影、星のように朝に溶けて消えてゆく。いいですね。行き先をなくしたままなんて草失礼しました。失礼しました。俺も失礼しました。そうそう、それ以外にもいろいろ新しいジャンルの音楽も出始めているみたいで、どうか訴えないでどうか訴えないでください